北側の竹林、タイベジタブルバナナが植わっている上の竹やぶが、まあこちらのものだと地籍調査の棚からボタ持ちで分かったもんですから、これをこの古竹ですね、あとまあ腐葉土もあるんですが、それを高径40センチメートルの不織布ポットに詰め込んで、あとはその足で押してやってですね、ぎゅうぎゅう詰めにしてだいぶもう押し込めないぐらいいっぱいにこう溜めていったところです。まだまだ、まあ、この冬だけでも終わらないかもしれませんが、こんな状態ですから、こうやって放っておけばですね、いずれぼかしになりますよね。でこれはかき混ぜたりなんだりしないでほかしておく、もうそのまま積み重ねておくだけ、押し込んでおくだけ、あとは何もしないで放っておけば、黒々としたぼかしが取れるわけです。まあついでですので、生き残っていた島バナナやマッサンの周りに近辺の植物残枝を集めてマルチングしてあげました。まあすごいマルチングだとは思うんですが、まあ、これでもこれらもですね、いずれ腐食していって、腐食土ないしぼかし用の土になっていきますから、こうやって寄せ集めておくだけで、いずれこの島バナナの成長に今後役に立っていきますのでね、まあ、上から上から落としてくる前にですね、このバナナ苗が4箇所残っていたところの古竹腐葉土などを今日は腐食布ポットに詰めたところです。これらはまた上から落として集めるときに、まあ、邪魔にもなりますし、他に用立てる目的も持っていますので、下の方の、こっからちょっと見えないですね、こっちから降りていきましょうかね。まあ、この下にもですね、バナナを一列作ってあるんですね。今最初に説明していた場所はですね、この上のところなんです。それでそこから今度は古竹などを集めた腐食布ポットを下ろしてきてですね、ここの割と日当たりのいい列にバナナを植えておいたんですね。でこの周りにですね、さっきはこの辺でちょっと集めたのをこのバナナ苗の周りに2つだけ置いておいたんですが、下ろしてきたのをこの辺のバナナの株周りにですね配置しておいて、1年半とかほったらかしにしておいて、
あと腐食土ないしぼかしができたと思ったら、それをこういうバナナの株周りにですね、それこそ綺麗なマルチングをしてあげれば、さらに成長が良くなるだろうと思ってるんですね。ずっとここはムサドワーフナムアートタイベジタブルバナナと、あとそちらは無保護で越冬した島バナナの親子株、3本立ちになってますかね。とか、まあ、こういうところに棚からボタモチのぼかし素材を入れた不織布ポットを持ってきて、周りに配置するなり並べておこうと思うんですね。前はそこにダイダイが植わっていますが、そちらの山の上の方に バナナ苗をたくさん植えておいたんです。で、上は雑木の影になるので、霜の害とかはなかったんですよね。ダメージは少ないんですが、いかんせん日照が不良なので成長しなかったので、2年近く植えておいたものすべてですね、あちこちに移植して植え直したんですね。で、ここはダメだと思って諦めていたんですが、ふと気がついて、ここに前に島バナナ、種子島の島バナナを植えておいたら無保護で越冬したんですね。で、ここはまあまあ日当たりが良いですから、あち向こうの南の竹林だったところに比べたら日当たりは、日照時間は少ないんですが、それでもそちらの山の上の方よりずっとマシですからね。で、ここに下ろして、で、そちらは上の木を切るのはもう大きくなってきてますから無理ですから、まあまた別な利用法を考えようと思ってますが、とにかくここに作ったバナナ列のために腐食布ポットに入れた植物残滓をぼかし化していって使おうと思ってますね。まあ、この冬だいぶぼたもちの古竹の餅つきですかねしなきゃないですね。で、まあ私は手と足で大体の作業をしますので、今日集めたものも手で集めたり足で踏みつぶしたりしただけですね。山というのはツタ類がたくさんありますから、大体は引っこ抜くんですが、古株になってなかなか抜けないのはですね、ノコギリでカットします。あとはもうこういうのとこはですね、もう片手で持ってて、あとこうやれば折れますから、そういうのを不織布ポットにですね踏み込んで上からぎゅうぎゅう押していけばいいだけです。まあ、手と足でできる範囲内のことでバナナの世話はできると思っています。ここもまだ日が当たってきてないですが、もうちょっとすると当たってくると思うんですが、タイベジタブルバナナ3本か4本は来年出来すると思いますので、もうちょっと小株とか上の方にですね上げて、タイベジタブルバナナを増やしていこうと思っていますね。あとドゥアーフナムワールですね。
まあ、このようにもう12月に入ってからやはり北風はですね強くなってきていますね。まだ今日はそんなには寒くないです。最高気温が12度ぐらいだと思うんです。今日はそれでもまだ月曜を保っていますよね。でこの後また数日すると気温がやや上がるみたいですから、今年はもしかすると12月のそうですね中旬の以降下旬に向かってまで暖かい日があるかもしれませんね。ということでまだ収穫していないバナナもありますので、まあでも年内にはですね収穫しないとまあ無理ですから、あと何株かからですね収穫したりする竹の整理とか、まあそんなことをしようと思っていますね。バナナはですねそよそよという風、葉っぱが気持ちよく見ていて気持ちよく揺らぐようなそよ風は非常に好きなんです。しかし今みたいな滝みたいな突風みたいなものが吹いてもう片方にだいぶ傾けられるような強い風は好まないんですね。まあ、そよ風と私とかいう曲があったと思いますが、バナナの実、バナナの実になってみればですね、そよ風と私みたいな感じの風は好きなんですね。無風状態で葉っぱが動かない状態はバナナは嫌いますので、屋内栽培っていうのはバナナにはあんまり向かないんです。気温とかですね、あと水や乾水ですね、とかしてもその無風状態ですと粘りがあまり良くならないんですね。風が吹いて葉身がゆさゆさ揺すられるのでしっかり根を下ろさなきゃという気持ちになるわけなんです。これはバナナに限らずどんな植物でも大体そうですから。まあそれでこの地球圏の大気という天然ドームの下で起こる日照、風、雨などはなるべく露地でバナナたちが享受できるようにしてあげる方が親切です。もちろん台風あるいは暴風とかあって、あとは本州ですと霜とか雪とかね、南国熱帯ではないような現象にさらされて大変辛い思いもしなきゃないんですが、まあ、それに耐えて慣れて体感性越冬性を高めていけば土着化してくれる植物だと私は思っています。まあ、どうしても難しい品種もあると思いますけども、そういうものは選ばない方がいいですね。なるべく耐寒性があって越冬性に優れる素質を持っているものを土着化していけばいいのだと思いますね。本州の冬季の低温ストレスに耐えても美味しいバナナというのはできますので、コーヒーみたいにですね熱帯の1000メートルから1500メートルあるいは2000メートル弱ぐらいまでのところの寒暖差で身の引き締まった美味しいコーヒー豆が取れるというのと違って、バナナはですねそういう寒暖差がない環境でも美味しいバナナができるんです。まあ、その辺は栽培しながらバナナというのはどういう
素質を持っていて、そうしてその素質を土地柄に応じてどのように変化させうる能力があるのかというのをですね、じっくり見ていくといいかと思いますね。さて、南の方のバナナ畑に行ってちょっと見回ってこようと思いますね。